皆さん、兄貴のスパイクとバットのプレゼント当選発表です。1ヶ月前ぐらいから投票してたやつ、はい、はい、お待たせしました。泥棒ですよ、このはっきり言ってバットに関してはこれの、はい、有効投票数が1022票いただきました。1022票、これはどういう数字なの、はい、だってもっとコメント来てたんじゃないですか、はい、2回コメントくれてたりとか、 あとちょっと徳さんとかも入ってたりしてのを除いてこの1022票、え、チャンネル登録してくれてコメントしてくれてるっていうのでダブルを引いたらこの数字なの、はい、数えるの、数えた、数えました一生懸命数えたやな、はい、それは、まあ、もう一回数えたら言わんわありがたいね、こんなたくさん、ね、本当に応募いただいての恐縮ですわ、はい、ここから1名を入れていきたいんですけども、はい、ナンバーついてるわけでしょ、はい、コメントで言ったら下からこう順番にあって、はい、違う人を外していったらこう数字決めりゃエントリーナンバー1から出てくるわけでしょ、はい、それをお前がこの中数字決めたらいいんだ、まあでも僕が決めるのもなんか恐縮ですし、あの僕の一番あの信頼してるおかんに来まして、ランダムにちょっと番号聞いて、なんでおかんにこの人自分で決めるのはあまりにも申し訳ないっていうので、はい、まあ、俺も別によう決めへんし、はい、僕のおかんでいいっすかっていう謎の決め方でおかんに0、1から1022の数字どれか1個選ばすっていうパターンやな。じゃあ早速電話します。繋がんの、はい、大丈夫です、いいから、いいから、おかんとじゃないの、めっちゃ久々です。マジで、はい、お前、あ、もしもし、お前それでそのお、はい、ちょっと何も考えずにあの番号を言ってまずどういうことですか、まずあの1から200の間で、はい、55まつい好きがあと次200から400、800から1022の間、ちょっと最後だけ損する、後半に入れてるからちゃんと1021123が777、4が500、5が1021っていう、これお母さんに1から5好きな数字差し入れてくれる、あ、もしもし、1から5で好きな番号を言って、2、はい、OK、 はい、OK です、はい、55で、はい、どなたしたから数えやすいやん、たまたま、はい、リスト化してやるよ、もう51、52、53、54、55、おお、この伊藤ひひさん、はい、コメントこうやって、今のスパイク2年使っていてちょうど新しいもの買おうと思っているところで総合指導お願いします、あ、ということで伊藤ひひさんにプレゼントします。ではこの伊藤ひひさんのところにライパチからあの当選しましたっていうコメントを打ち込みますので、うん、ツイッターをやってればあのダイレクトメールをちょっといただいて、そこでこう連絡等々やり取りをしたいと思います。でアカウントもし持ってなければあの、まあ、ここのコメントからあの僕のメールアドレスをあのお伝えしますので、はい、それでやり取りしてください大公開ですね、はい、はい、いたずらメールお待ちしてます、やめてくださいというわけで当選者は伊藤ひひさんに決まりました、おめでとうございます。またこれからもプレゼント企画やっていきましょう、はい、ぜひお願いします、はい、また年末ね大感謝ということでプレゼント企画、まあ、ライブ考えてんやろ、はい、あ、お前のボーナス全部追加もやろそこに、はい、出血ということで引き続きチャンネル登録コメントお待ちしてます、よろしくお願いします。